ごいな、それ。ちなみにこのシートベルト、昔は腰回りのベルトだけだったの知ってますか？でも腰のベルトだけだと肩の支えがなくて、事故った時に上半身が振り回されて危険だったので、ボルボというメーカーの技術者が肩を支える3点式ベルトを開発しました。これで安全性が増して良かったんですけど、もっと良かったのがボルボがこの特許を無償で公開したことです。そのおかげでボルボ以外のメーカーも使えるようになって、さらに法律で義務化されて今のような安全性の高い車が増えたんです。そんな安全第一のボルボが今度は EV に挑戦しています。ボルボ初の量産 EV C40 リチャージに乗っていました。外装は割と洗練された感じで EV 感も薄くて、内装はアウトドア感のある等高線デザインが光っていてかっこよかったです。で、何気にめっちゃ便利そうなのが後ろのトランク、床部分持ち上げると買い物袋を下げられる突起が出てくるんですよ。まあでも EV といえばこの